アドルフツーホーエンローエンゲルフィンゲンは、ドイツの貴族、軍人、政治家。1862年にしばらく、プロイセン王国の最小を務めた。全名は、アドルフ・カール・フリードリヒルートビヒで、ホーエンローエンゲルフィンゲン公フリードリヒルートビヒの、4男。1797年、両方君主としては、最後のホーエンローエンゲルフィンゲン公となる。 フリードリヒルートビヒとその日であった、アマーリエフォンホイムの間に第7子として、シュレージエンのブレスラウで生まれた。1815年に、ナポレオン戦争に参戦し、戦後は、シュレージエンの行政長官や、軍司令官、ポーランド立憲王国議会議員や、シュレージエン議会議員を務めた。1850年のエアフルト議会に参加しまた、同年プロイセン王国貴族院議員となり、 1857年には、貴族院議長となった。1862年3月11日に、自由主義的な、カーラン・トン・フォン・ホエン・ツォ・レルン・ジグ・マリンゲン内閣が、退陣した後、アドルフツ・ホーエン・ロー・エンゲルフィンゲンは、プロイセン王国最小に任命され保守的な内閣を、組閣した。しかし半年で、オット・フォン・ビスマルクにその椅子を譲ることになった。 1873年4月24日、シュレイジエンのコシェンティンで死去した。1819年4月19日にランゲンブルクで、同族のホーエンローエランゲンブルク交カアールルートビヒの、娘ルイーゼと結婚し、彼女との間に、いつお五条を設けた。特にいつおのクラフト強ー宝園老エイン,ンゲルフィンゲンは、プロイセン陸軍で、不評大将、砲兵大将となり、 軍事に関する著作を行ったことで知られる。ありがとうございます。